はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は割としょうもない話ですが、実は私 YouTube だけではなく Twitter もやっています。それもかなり長いことやっているのがこのプロフィールからバレるわけですが、おかげさまで YouTube を始めてチャンネルの成長と連動するような形で Twitter のフォロワーもだいたい3000人くらい増えましたかね。私の Twitter 別に大して有益な情報を流しているわけでもないですが、本当にありがたい限りです。リプライやいいねも結構いただきまして、私のツイッター運営が気まぐれすぎるのでリポをお返しすることはあまりないんですけれども、全部読ませていただいています。だいたいマリナーズ戦を見ながら実況していることが多かったりしますので、いつもツイッターをご覧の皆様、あるいは今から私のツイッターフォローしてくださる皆様におかれましては、あ、こいつ今日も暇そうだなと密かに心の中で思っていただければなと思っております。ただ YouTube を始めて昔と比べて多少人に知られるようになったせいか、いわゆるクソリプが飛んでくる機会もまあ多くはないんですけれども増えた気はしますね。大体のクソリプと呼ばれるようなリプライは、この人は一体何を言ってるんだろうと思うような内容が多いので、そういったわけわからんリプは笑いながら読ませていただいています。どうもありがとうございます。自分の頭にはない発想をこうして読む機会はとても貴重だと感じているところですね。ただ昨日ですね、結構気合の入ったクソリプをいただきまして、フォロー1フォロワー0のステアカを用意してまで私にクソリプをしてきた方がいらっしゃいました。内容としてはマリナーズについてかなり否定的な内容が記載されたツイートをなんと3連続で投稿されていまして、この人は私のことが嫌いなのかマリナーズのことが嫌いなのかは分かりませんが、こんな私のために人生の貴重な時間をステアカ作成と魂のクソリプ3連投に割いていただいてしまったので、こちらも気合を入れてそのクソリプの内容がどれほど正しいのかしっかりと検証する動画を作りたいなと感じた結果が今回の動画です。そうです、大変性格の悪い動画ですので、そういった動画を見たくないよという方についてはここで動画を止めていただいて次回の動画でお会いしましょう。この動画をネタとしてお付き合いいただける方のみ見ていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。まずそのツイートを見ていく前に、前提条件としてその日行われたマリナーズ戦がどうだったのかを頭に入れていただければなと思います。ツイートが送信されたのが日本時間の6月3日でしたが、マリナーズはアスレチックスのショーン・マナイアにケチョンケチョンにされて完封負けを食らっています。 MLB 最低打線を誇るマリナーズが左のパワーピッチャーをそう簡単に攻略できないだろうとは思っていましたが、案の定でしたね。この前日の試合でもマリナーズは7回1アウトまで2点リードしていた試合を、そこから9回2アウトまでの7アウトの間になんと驚異の10失点を喫して素晴らしい逆転負けも食らっていますが、直前に5連勝していたマリナーズはおそらく幻だったんでしょう。で、多分このクソリプマンもその試合を踏まえた上でツイートを送信したものと思われます。まず1投目、初めてマリナーズの試合を見てるですけど、この人5月にも私にマリナーズ関連でクソリプをよこしてるので、なんでここ嘘をついたのか分かりませんが、まあそれは置いといて、世の中こんなに弱いチームがあるんですね。地区やリーグは違いますが、オリオールズやタイガースやパイレーツやダイヤモンドバックスやロッキーズの方が矢が多い、負けるにしてもいい試合をしていると思うんですが、マリナーズはチーム自体を売却した方がいいと思います。なるほど、まあ売却すべきかどうかはともかく、マリナーズのオーナーもっと頑張れよという意味でしたら私も同意する部分がありますね。開幕前に球団社長がやらかしたというのもありますけれども、今季のマリナーズの野手陣がペラペラすぎるのは補強をケチったせいというところもありますので、やる気がないなら手放せよという点では同意です。ただオリオールズやタイガースなどマリナーズより現状勝率が低いチームが負けるにしてもいい試合をやっているというのは一体どういった根拠があるのかを個人的に考えてみました。ご覧の通りマリナーズは先ほどのツイートで出てきたチームたちと比べて現状勝率は高いです。ただそれでもこのチームたちよりもひどい試合をしているとこの方は言いたいんでしょうが、一般的にいい試合とは点差が競った試合を指すと思いますので、得失点差も見ていきましょう。マリナーズはマイナス54点、確かにタイガースやダイヤモンドバックスと大して変わらないんですよね。負ける時にマリナーズは結構ボコボコにされているのは事実でしょう。5点差以上の試合で見てもご覧の通り、マリナーズはすでに12試合も5点差以上で負けています。これも下のチームと比べても多いですよね。今季のマリナーズは試合の序盤にある程度点差がついてしまうと無抵抗で負ける試合も多い印象があったので、これはこの人のご指摘の通りかもしれません。ただ一方でマリナーズは1点差のゲームで13勝5敗と競った展開のゲームをかなりものにしているんですね。確かに今季のマリナーズは下位のチームと比べて負ける時の内容が悪いのかもしれませんが、ただ負けるにしてもいい試合をしていることを評価するのであれば、いい試合に持ち込んだ時にはそもそもちゃんと勝っているマリナーズはもっと評価されるべきなのかなと思いました。
続いて2投目、3つのうちこれが一番文章として読みにくくて人のこと言えませんが、もうちょっとなんとかならないのかと思いましたが、要するにマリナーズは野球ゲームの難易度低い CPU と対戦しているようなもんだと言いたいのかと思っています。おっしゃる通り怪我人が続出したせいで、マリナーズの今のロースターはメジャーリーグのチームとしてはなかなかにヤバい状態にありまして、マイナー契約やウェーバーでかき集めたおっさんたちで戦っていると言っても過言ではないので、少なくとも才能に溢れた集団とは言えないのかもしれません。ただマイナーの評価は MLB でも有数のチームですので、近いうちに才能豊かな集団になると思いますよ、多分ね。さあそして勝負の3投目、マリナーズと戦える球団はありがたいでしょうな。投手は防御率は良くなりますし、打線も打率が上がるのですから、他球団からお荷物球団として人気があると思いますよ。選手たちも本気で勝ちたいとも思っていないでしょうし、お金がもらえるのであれば負け続けるのも良いかもしれませんね。ということなんですけれども、とりあえず後ろの方から見ていきますが、まあ、19年連続でプレーオフ逃しているので、お荷物球団であることはもう誰の目にも明らかだと思うんですが、一方で負け続けても良いと思う選手たちは果たしてどれぐらいいるんでしょうかね。負けまくっているチームは当然ながら選手の成績も得てして振るいませんし、そのような状態では選手も大してお金をもらえないか、あるいは職自体を失ってしまうのではないかとも思いました。たまにいますよね、こういう風に選手にやる気があるのかとか、まあ、勝つ気があるのかとか言い出す方ですね。さすがに野球界という世界は、まあ、やる気ですとか、あるいは勝負へのこだわりですとか、そういったところが強くないとなかなか生き残ることが難しい世界だと思いますので、そんなにやる気ない人はいないんじゃないかなと個人的には思いますね。まあ、ここはこの人の感想でしょうし、それは自由だと思いますので、最初に戻りますが、マリナーズと戦える球団はありがたいと本当に思えそうかについてもちゃんと調べてきました。今季マリナーズと戦ったチーム、開幕カードのジャイアンツは除いていますが、マリナーズとのシリーズ前後でチーム打率、チーム防御率がどうなったのかを比較してみました。やっぱり防御率は結構シリーズ前後で良くなってますね。17シリーズ中12シリーズで対戦相手のチーム防御率が改善されていますので、改めて今季のマリナーズ打線の貧弱さがよくわかりました。相手投手陣はマリナーズ打線と対戦できてありがたく感じている部分はおそらくあるでしょう。ただ相手のチーム打率は意外とそうでもなく、マリナーズと対戦した結果チーム打率が改善したのは17シリーズ中7シリーズのみ。マリナーズ投手陣が結構頑張っていることの証拠とも言えるでしょうか。そもそもマリナーズの本拠地 T モバイルパークがピッチャーに有利で、さらに言えば他球団からすればシアトルへの遠征が距離からして面倒極まりないので、相手のバッターにはあまり歓迎されていない気も個人的にはします。これは調べたらわかることですので、クソリプを送る前に打率に関する記述を削ることができればなおいいクソリプになったんじゃないでしょうか。ということで、ここまで魂のクソリプ3連投を見てきましたが、思いのほか内容がまともと言いますか、意外とちゃんとチーム状況を理解した内容のようにも思えましたので、割とちゃんとマリナーズのことを見てる方なんだなと勝手に思いました。アンチという名の最大のマリナーズファンなのかもしれません。まあ、もちろんわざわざ私にいきなり言ってきてる時点でクソリプであることには変わりはないんですが、何より冒頭でも言いましたが、とにかくマリナーズをけなすぞという情熱と言いますか、気合を感じるクソリプでしたので、私もツイートの内容を検証していて結構面白かったです。最近ちょっと動画ネタに困っていましたので、こういった形で動画ネタに貢献していただいたことにとても感謝しております。本当にありがとうございました。ということで今回の動画は以上としたいと思います。普段はですね、もうちょっと真面目に MLB について話していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。